毎日ハングル講座優しい言葉美しい発音講師はイーユニ先生お相手はパクチョンホンさんキムソンウンさんです皆さんこんにちはイーユニです今回も優しい言葉美しい発音を目指して頑張りましょうんこんにちは박천웅です

한국에서는 어른이 수저를 드시기 전에 먼저 먹으면 안 돼요. 마루니 일본에서도 어른이 수저를 드신 후에 먹는 것이 매너예요. 일본에서도 어른이 수저를 드신 후에 먹는 것이 매너예요. 쓰리데와 단어를 외워 ましょう. 目上の人、年長者、大人、お <어> 른、お른、スプーンと箸、スジョ、スジョ。お餅になる前に、드시き전에、食事を始める、スジョル들다、スジョル 先に、먼저、 <먼저 S 1> お持ちになった後に、드신후에マナー、メノ、メノ。訳してみましょう。丸一。韓国에서는、어른이수저를드시기전에、 먼저먹으면안돼요。韓国에서는、お른이수저를드시기전에、먼저먹으면안돼요。韓国では、目上の人が食事を始める前に、先に食べてはいけません。という意味です。드시기전에は、持ち上げる、持つという意味の、둘だ。 に、敬語形の牛がついて、その後にキーぞんという表現がついた形です。これについては、後ほど詳しく見ていきます。すぞるるダは、直訳では、スプーンと箸を持ち上げるという意味ですね。つまり、スプーンと箸を持つというのは、食事を始める。 という意味になるということになります。丸二。日本에서도大人に数汁を飲んだ後に食べる것이メナーです。日本에서도大人に数汁を飲んだ後に食べる것이メナーです。日本でも宴会の人が食事を始めた後に食べるのがマナーです。という意味です。 プシヌエですが、持ち上げる、持つという意味のトゥルダの後に、先ほどと同じく、敬語系のうしがついて、その後に、うんふうという表現がついた形です。これについても、後ほど詳しく見ていきます。次は、発音してみましょう。まず、 丸一の発音を聞いてください。저먹으면안돼요먼저먹으면안돼요먼저は、先にという副詞で、後ろのもぐみょんを修飾していますので、くっつけて発音します。먼저먹으もぐみょんとなりますね。その後のあんでよですが、 アンも副詞なので、後ろのトゥエオにくっつけて発音します。皆さんの発音によくあるパターンですが、アンデオのように、アンを高く話して発音するのはよくありません。アンを低くスタートすることに注意しましょう。アンデオ、アンデオといった感じですね。 では皆さんも発音してみましょう。それでは本文全体を読んでみましょう。後ろ固めの練習をしますので、皆さんも二人について読んでみてください。まず丸からです。 어른이 수저를 드시기 전에 먼저 먹으면 안 돼요. 한국에서는 어른이 수저를 드시기 전에 먼저 먹으면 안 돼요. 마르니 먹는 것이 매너예요. 어른이 수저를 드신 후에 먹는 것이 매너예요. 일본에서도 어른이 수저를 드신 후에 먹는 것이 매너예요.それでは 그러면... 문 전체를 아담아라 통して 읽어보시습다 1. 한국에서는 어른이 수저를 드시기 전에 먼저 먹으면 안 돼요. 2. 일본에서도 어른이 수저를 드신 후에 먹는 것이 매너예요. 次は文法を理解しましょう。1番。〜何々する前。〜何々くなる前。きーちょん。後の文の動作や状態が前の文より時間的に先立つことを表す表現です。第101課で学んだ名式語尾の木に前。 という意味の「ジョン」がついた表現です。例遅くなる前に出発してください。요늦き전에출발하세요。늦기전에は遅いまたは遅れるという意味の「늦った」の語感に、 がついて、その後に、ええという助詞がついた形です。キーは、キ憶から始まる信語尾ですので、語感にそのままつけばいいんですね。次です。習う前から知っていました。배우기전부터알고있었어요。 習う、学ぶという意味の、ペウダーの語感ペウに、基準がついて、プットという助詞がついた形です。次をご覧ください。名詞の後では、チョンのみがつきます。食事の前に手を洗ってください。식사전에、손을縮으세요。 食さは名詞ですので、その後は、だけつけばいいんですよ。2番、〜た後。うん、ふ。前の文の動作の後に、後の文の動作や状態があることを表す表現です。

は、行ったが読むという動詞ですので、動詞の後にうんがついたということは、うんは過去連体形ということになります。次です。雨が降った後が降る前よりもっと涼しいです。日がおぬが、おぎ전보다더しおねよ。日がおぬが、 おぎぞんぼだとしわねよ。おんふがをごらんください。雨がふるという意味のピがおだのおの後にうんがついていますね。つまり、おだは動詞ですので、うんという過去連体形がついたことで、雨がふったという過去形になっています。その後にふう がついていますので、雨が降った後ってことになるのですね。次をご覧ください。名詞の後では、風のみがつきます。食事の後に果物を召し上がってください。食食사후에과일을드세요。 食事は名詞ですので、その後はうだけがついた形になっていますよね。<music> それでは練習です。二つの文を日本語のように一つにつなげてみましょう。丸一 <music>。ご飯を食べます。밥을먹어요。 歯を磨きます。胃を抱かよ。これをご飯を食べた後に歯を磨きます。にしてみましょう。を食べた後ということになりますので、もった後のごかもの後に、うんふうをつけて、そして、 〜何々にという意味の絵をつければ出来上がりますね。〜に、泳ぎます。수영해요。いつも準備運動をします。これを、泳ぐ前にいつも準備運動をしますにしてみましょう。 泳,泳ぐ前にですので泳ぐという意味のスヨン派だの語感スヨン派にキージョンをつけてそしてエという助詞をつければ出来上がりますみなさんいかがでしたか今回は〜する前のキージョン と、〜したあとという意味の文風についてご紹介しました。今日はここまでです。さようなら。안녕히계십시오。안녕히계세요。 ハングル講座優しい言葉美しい発音講師はイーユニ先生お相手はパクチョンホンさんキムソンウンさんです皆さんこんにちはイーユニです今回も優しい言葉美しい発音を目指して頑張りましょうこんにちは박チョンホンですこんにちはキムソンウンです では、今回の学習に参りましょう。第112課今日の目標マナーについて話してみましょう。2まず、本文を聞いてみましょう。一。週をましる程度、栄意がいんなよ。 마르니, 어른 앞에서는 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 해요. 어른 앞에서는 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 해요.それでは 단구を覚えましょう. 술, 술. 너무 돋기. 마실 때, 마실 때. 내기. イェ <예> <예의 S 2> 首、焦げ、焦げ。回して、取りご、取りご。飲まなければなりません。ま셔야해요。次は訳してみましょう。 するましていいお酒を飲むときも、礼儀があるのですかという意味です。ましるては、飲むという動詞の語感、ましに、〜するときのうってがついた形ですね。いんなよのなよは、 なになになのですかという意味の語尾でしたね。丸に2。おるん앞에서는고개를옆돌리고마셔야해요。おる앞에서는고개를옆으로돌리고마셔야해요。해요目上の人の前では首を横に回して、つまり顔を横向きにして 飲まなければなりませんという意味です。鳥語は回すという意味の語感、鳥にこうがついた形です。このこうについては後ほど詳しく見ていきます。魔書や兵は飲まなければなりませんという意味ですが、飲むという動詞の語感、 ましに、親肌がついた形です。これについても後ほど詳しく見ていきましょう。今度は発音してみましょう。まず、丸一の発音を聞いてください。イエイがいんなよ。イエイの母音、ういの発音は 語中や丸以外のシーンと組み合わさった時には、いいと発音されることを第5課で学んでいますね。イエえイと発音します。文末の最後の音節のようのイントネーションは急激に上がります。礼儀があるのですかという質問は、はい、ありますか、いいえ、ありません。 という意味を含んだ答えを求めるイエスの疑問文であるためです。いんなよといった感じですね。では、皆さんも発音してみましょう。それでは、本文全体を読んでみましょう。後ろ固めの練習をしますので、皆さんも二人について読んでみてください。 먼저 1번부터입니다. 예의가 있나요? 마실 때도 예의가 있나요? 술을 마실 때도 예의가 있나요? 예의가 있나요? 마실 때도 예의가 있나요? 술을 마실 때도 예의가 있나요? 마르니 마셔야 해요. 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 해요. 어른 앞에서는 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 해요. 마셔야 해요. 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 해요. 어른 앞에서는 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 해요. 그れでは문전체를머리 놓고 마셔야 해요. 그 다음에 문마실 때도 예의다있나마실 때도 요의가있나요 술을 마실 때도 예의가 있나요? 말니 어른 앞에서는 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 해요. 어른 앞에서는 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 해요. 文法を理解しましょう。1番、〜何々て〜何々で、こう動詞について、ある動作を持続しながら、後の動作を行うことを表す語尾です。清から始まるシーン語尾ですので、語感にそのままつきます。例、韓国では、 ご飯茶碗を手に持って食べません。韓国에서는밥그릇을손에들고먹지않아요。韓国에서는밥그릇을손에들고먹지않아요。들고のこうですが、手に持つ動作を持続しながら食べる動作を行うことを表しています。次です。 タクシーに乗ってきました。タク乗るという動作を持続しながら、来る動作を行うことを表しています。次です。子供の手をつかんで乗ってください。アイソンを잡고타세요。 アイソン잡고타세요。つかむ動作を持続しながら乗る動作を行うことを表しています。2番〜何々なければならない。親肌必ずある状態になる必要性や遠い性を表す表現です。親肌の 肌の代わりに、手だがつくこともあります。また、ちいあんめんあんでだに置き換えることができます。例ごはんはスプーンで食べなければなりません。밥은숟가락으로먹어야해요。밥은숟가락으로먹지않으면안돼요。 おやへよの代わりに、ちいあぬめんあんでよがついた形ですね次です時間を必ず守らなければなりません時間을반드시지켜야돼요시간을반드시지키지않으면안돼요지켜야돼요ですが、 へよの、へよの代わりに、てよが来ていることがお分かりですか次です。プレゼントを買わなければならないでしょうか선물을사야될까요선물을사지않으면안될까요さやでるかよは、さやでだの後に、 うるかよがついた形ですよね。それでは練習です。四角の中の言葉を使って日本語の文の意味になるようにしてみましょう。丸一器を食卓に置くくる食卓に置く食べる ったこれを使って「食事するときには器を食卓に置いて食べなければなりません」にしてみましょう「のったをのこ」にすればいいですね。また モ먹다をモゴ야ヘ요にすれば OK です。この時に、モゴ야ヘ요は、ヘ요を、てよにしても構まいません。食사할때는、그릇을식탁에놓고먹어야돼요。では次です。まるに、ジャケットを着る。ジャケットを着る。 入るこれを使って、このレストランはジャケットを着て入らなければなりませんにしてみましょう。行ったを、行っこ。들어가だを、들어가やへよ。または、들어가やてよ。 にすると OK です。それでは皆さんも発音してみましょう。丸食事するときには器を食卓に置いて食べなければなりません。식사할때는グルスを食卓へ놓고먹어야해요。

皆さんいかがでしたか今回はある動作を持続しながら後の動作を行うときのこう、そして何々しなければならないという意味の親肌について学びました。今日はここまでです。次の時間にまたお会いしましょう。さようなら。안녕히계십시오。안녕히계세요。 ハングル講座優しい言葉美しい発音講師はイーユニ先生お相手はパクチョンホンさんキムソンウンさんですみなさんこんにちはイーユニです今回も優しい言葉美しい発音を目指して頑張りましょうこんにちは박チョンホンですこんにちはキムソンウンです では、今回の学習に参りましょう。第113課今日の目標マナーについて話してみましょう。3まず本文を聞いてみましょう。丸1。韓国지하철에서ヒューデーフォン을쓸수있어요 丸に。ねえ 、네 、하지만、너무큰소리로이야기하지마세요。それでは単語を覚えましょう。携帯電話、ヒューデフン、ヒーデフン、ヘンドフォンとも言います。 使えますか使うことができますか쓸수있어요しかし、でも、はじま大きい、大きな。큰、 <큰 S 2> 声、音。そ <소리 S 2>

という意味です。吸すいっそよは、使うという意味のすだの五関数に、何々ができるという意味のうすいたがついた形でしたね。まるに。ねえ、하지만、너무큰소리로이야기하지마세요。 はい。しかし、あまり大きい声で話さないでくださいという意味です。嫌は始ませよは、話すという意味の嫌ぎはだの語感嫌ぎはに、ちまえだがついた形です。後ほど詳しく見ていきます。次は発音してみましょう。 まず、聞いてください。言葉のメロディー、11。まず、皆さんの理解を高めるために、第68課で学んだ内容を簡単に復習します。連体形や副詞など、後ろに続く言葉を修飾する言葉は、 後ろの名詞や用言とくっつけて発音していましたね。例えば、大きい声ではくんそりろ。かかりませんでしたわ。あん걸렸어요。어요。という感じになりましたよね。くんとそうくっつけて。 また、あんとこれをくっつけて発音していました。今回は、就職語が2つ以上続く場合の発音をご紹介します。就職語が2つ以上続く場合は、名詞や用言の直前にある就職語は、先ほどのようにくっつけて発音しますが、就職語同士は、 短いポーズを入れて話して発音します。例えば、あまり大きい声では、飲むくんそりろ。飲むくんそりろ。くんそりろはくっつけますが、のむのあとは短いポーズを入れています。さほどかかりませんでしたわ。별로안걸렸어요。 별로、안걸렸り요안걸렸어요りよは、先ほどと同じようにくっつけますが、별로の後では、短いポーズを入れて、少し話して発音します。では、もう一度聞いてみましょう。あまり大きい声で。너무큰소리로さほどかかりませんでした。 별로안걸렸어요。어요それでは本文全体を読んでみましょう。後ろ片目の練習をしますので、皆さんも二人について読んでみてください。まず、丸い力です。吸うすうよ。ヒュー을すうよ。 한국 지하철에서 휴대폰을 쓸수 있어요? 쓸수 있어요? 휴대폰을 쓸수 있어요? 한국 지하철에서 휴대폰을 쓸수 있어요? 말리니 이야기하지 마세요. 너무 큰 소리로 이야기하지 마세요. 네. 하지만 너무 큰 소리로 이야기하지 마세요. 이야기하지 마세요. 너무 큰 소리로 이야기하지 마세요. 네. 하지만 너무 큰 소리로 이야기하지 마세요.それでは本文全体を頭から通して読んでみましょう. 1. 한국 지하철에서 휴대폰을 쓸수 있어요? 한국 지하철에서 휴대폰을 쓸수 있어요? 네. 하지만 너무 큰 소리로 이야기하지 마세요. 네, 하지만 너무 큰 소리로 이야기하지 마세요. 文法を理解しましょう。一番、〜何々することをやめる。ち〜まえある行動を禁止する際に用いる表現です。ーマイダの後ろには、命令形と勧誘形が続くことが多いです。例をご覧ください。明日、会議に、 遅れないでください。ねえい、へいえ、ぬっちましぴしよ。ねえい、へいえ、ぬっちましぴしよ。ぬっちましぴしよは、遅れるという意味の語感、ぬっにちいまえだがついて、その後に、〜てくださいという命令形のうしぴシよがついた形です。 丸は理由で終わっていますので、その後のうは脱落します。さらに、しのしをの前で理由が脱落しますので、まあという形になりますね。直訳では、明日会議に遅れることをやめてくださいという意味です。日本語では、明日会議に遅れないでください。 という意味になるんですね。次です。冗談言わないでください。冗談を言うという意味の、冗談派だの語感、冗談に、ちーだがついて、その後に、てくださいという意味のうせよがついた形です。 直訳では冗談を言うことをやめてください。っていうことですね。次です。あまりにうるさいから騒がないでください。너무시끄러우니까떠들지말아주세요。떠들지말아주세요は直訳では騒ぐことをやめてください。 という意味です。騒ぐという意味の語感、とどるにちまえだがついて、その後があーつせよがついた形です。相手に命令をするのではなくて、依頼をしているということになりますね。では次です。私たち、もう喧嘩することをやめましょう。う じうりいじぇ、さおじまっしだ。さおじまっしだは、喧嘩するとか、たかうという意味の語感、さうに、ちいまいだがついて、その後に、うしだがついた形です。このうしだは、 117課で学ぶことになりますが、〜何々しましょうという勧誘けの表現です。次をご覧ください。非常に強い禁止の命令を表す〜何々するなにあたる表現には、ちーまを用います。騒ぐな。まま嘘つくな。 かじんまらじま。じじんまま。らそれでは練習です。絵を見て、次の表現に、ちいませんよを用いていってみましょう。まる1、写真を撮るは撮たこれを写真を撮らないでください。 にしてみましょう。サジンを찍지마세요。ちったのご感知にチいませよをそのままつければ OK です。丸二。タバコを吸うはダンベルピューこれをタバコを吸わないでください。 にしてみましょう。ダンベピュージマセヨ。ピーダの語感ピーウーにチーマセんをそのままつければ OK です。丸三、ゴミを捨てる。スレギュポリこれを、ゴミを捨てないでくださいにしてみましょう。 すれ기るぼりじませよ。ぽりだの語感、ぽりにちいませよをそのままつければ OK です。みなさんいかがでしたか今回は禁止するときの表現について学びました。ちいませよはとてもよく使う表現ですので、しっかり覚えておいてくださいね。今日はここまでです。さようなら。 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. ングル講座「優しい言葉美しい発音」講師はイユニ先生お相手はチョンホ皆さんこんにちはイユニです今回も優しい言葉美しい発音を目指して頑張りましょうあんちはしんみかぱくちょウウ입니다。 では、今回の学習に参りましょう。第114課今日の目標マナーについて話してみましょう。4まず本文を聞いてみましょう。1地地철에서어른이앞에서시면자리에서일어나야돼요。地地철에서어른이앞에서시면 자리에서 일어나야 돼요. 마루니 아, 그래서 노약자석이 비어 있어도 모두 일어나는군요. 아, 그래서 노약자석이 비어 있어도 모두 일어나는군요. それでは単語を覚えましょう다 다음에, 그 다음에, 다음에, 그

高齢者や体の不自由な人などを指す言葉です。次です。空いていても。びよい어도みな、すべて。もど <두> 、 <두> 立ち上がるのですね、立つのですね。い일な나는ん 요, 일어나는군요

席を譲らなければなりませんという意味です。席を譲らなければなりませんも直訳では席から立ち上がらなければなりませんになります。ああ、그래서노약석이비어있어도모두일어나는군요。ああ、그래서노약석이비어있어도 もういろなぬぐよ。ああ、それで、優先席が空いていても、みな立つのですね。という意味です。ピオイソドは、悪という意味のピーダの語感ピに、おおいたがついた形です。このおおいたは、後ほど詳しく見ていきます。 その後のいろなぬぐんよのくんよ,くんよについても後ほど説明いたします。次は発音してみましょう。まず聞いてください。いろなぬぐんよ、いろなぬぐんよ。このくんよの発音は2つのパターンがあります。1つ目は、 くんにょうとにんを点化して発音するパターン。もう一つはそのまま連音化してくにょうと発音するパターンです。最近ではにんを点化してくにょうと発音するパターンの方が多くなっているようです。それでは皆さんも発音してみましょう。まずにんを点化して発音するパターンです。 今度は、レオン化して発音するパターンです。それでは、本文全体を読んでみましょう。後ろ固めの練習をしますので、皆さんも二人について読んでみてください。まず、丸い力です。 어른이 앞에 서시면 자리에서 일어나야 돼요. 지하철에서 어른이 앞에 서시면 자리에서 일어나야 돼요. 자리에서 일어나야 돼요. 어른이 앞에 서시면 자리에서 일어나야 돼요. 지하철에서 어른이 앞에 서시면 자리에서 일어나야 돼요. 말니. 모두 일어나는군요. 노약자석이 비어 있어도 모두 일어나는군요. 아, 그래서 노약자석이 비어, 있어도 모두 일어나는군요. 모두 일어나는군요. 노약자석이 비어 있어도 모두 일어나는군요. 아, 그래서 노약자석이 비어 있어도 모두 일어나는군요. それでは本文全体を頭から通して読んでみましょう。自家车에서어른이앞에서시면자리에서일어나야돼요。 아, 그래서 노약자석이 비어 있어도 모두 일어나는군요. 아, 그래서 노약자석이 비어 있어도 모두 일어나는군요. 次は文法を理解しましょう。1番、テイル。置いた。完了したコードや状態が持続していることを表す表現です。このおいたは、自動詞のみに用いられる特徴があります。例をご覧ください。一番前の席に座っています。제일앞자리에앉아있어요。 最初に、安座いっそよ。安座いっそよは、座るという動詞の語感、あんに、あ,あいたがついて、その後におよがついた形です。座るという動作はすでに完了していて、その座った状態がずっと持続しているという表現になります。 次です。姉は韓国に行っています。おんにぃぬ、はんぐぐぐへへかいっそよ。かいっそよは、行くという動詞の語感、かに、あ,あ、いた、がついた形です。行った動作は完了して、 その状態が今も続いているということになります。次をご覧ください。完了した行動や状態が持続していても、他動詞、つまり助詞うるるで目的語を伴う動詞のことですが、他動詞の後ではこういったを用いますので注意しなければなりません。例をご覧ください。 黄色い帽子をかぶっていますね。노い모자를쓰고있을게요。게요すごいするけよですが、帽子をかぶる動作はすでに完了して、今もその状態が持続しているということになりますが、ここでは、そういったではなく、すごいった。 になっています理由は、黄色い帽子をという女子うるるの後に使われているときには、このように、こういったを使うことになります。2番、〜何々だな、〜何々のね。くん<君>、〜何々のですね。くんよ、 動詞以外の要言の語感と、あ k けの後ろについて、あることを確認したり、再認識したりした時の主観的な感じを表すシーン語尾です。例やはり、いいですね。よくしちょくんよ。よくしちょくんよ。ちょたは、良いという形容詞ですね。 語幹ののの後にくんがそのままついた形です次です。それで遅れたのですね。次をご覧ください。動詞の五感につくときには、くんの前にぬんのついたぬんぐんがつくので注意しましょう。 れ本当に歌が上手なのですね。それでは練習です。絵を見て、おいくんよ、またはおいそくんよをちいて言ってみましょう。丸 閉まるは立ちだ。これを使って、今日も店は閉まっていますね。にしてみましょう。おぬるどかげが立ちょいくんよ。閉まっていますね。は、立ちょいくんよ。となります。たちだに、おいたがついて、そのあとにくんよ。 がついた形ですが、閉まるという動作が終わった後に、それが持続しているっていうことになっていますので、大分がついています。丸に、置かれるはのいだ。メガネを探していたけれども、机の上に置かれていましたね。にしてみましょう。 暗경을찾고있었는데、책상위에놓여있었군요。置かれていましたねは、のよいそくにょになります。置かれるの、のいだのごかのいに、おいたをつけて、その後に過去形にしなければなりませんので、さらに、おをつけて、最後がくにょになった形です。 皆さん、いかがでしたか今回は、ている、おいたと、〜なのですね。くんよについてご紹介しました。今日はここまでです。さようなら。안녕히계십시오안녕히계세요 ハングル講座、優しい言葉、美しい発音。講師はイーユニ先生、お相手はパクチョンホンさん、キムソンウンさんです。皆さんこんにちはイーユニです。今回も優しい言葉、美しい発音を目指して頑張りましょう。こんにちはしまか、パクチョンホン입니こんにちはさよ、キムソンウン입니다 では、今回の学習に参りましょう。第115課まとめマナーについて話してみましょう。今日は今週の復習としてリスニングを中心にお送りします。テキストには会話文が掲載されていますが、それを見ずに耳だけで内容の理解に挑戦してください。 まず一度聞いてください。前田さんがイい,いみさんとイい,いみさんのお母さんと食事をしています。おもにん、がすらんじゃんたらでりです。こまわよ。じゃあ、しきねてせよ。じゃあ、もっけっすわいぎんちましっねよ。밥とましっこよ。ちょよ。 식사는 어머니가 수저를 드신 후에 시작해야 해요. 밥 그릇도 손에 들고 먹지 마세요. 그리고요 술을 마실 때는 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 돼요. 아, 그렇군요. 새로운 단어가出てきましたのでご紹介します. 単語を覚えましょう 제가 제가 一바이杯하이노 하이 잔찬기いたします 잔 따라 드리겠습니다 따라 드리겠습니다 자자자 사める前に 식기 전에 식기 전에 시아 드세요 美味しいですね。美味しいですね。美味しいです。食事、sí. okay.、食事、始めなければなりません。시작해야해요。ご飯茶碗、밥그릇、밥그릇。手、손、손。 そして, 그리고, 그리고,そうなのですね. 그리고 그렇군요. 그렇군요.では,もう一度聞いてみましょう. 어머님, 제가 술 한잔 따라드리겠습니다. 고마워요. 자, 식기 전에 드세요. 잘 먹겠습니다. 우와, 이 김치 맛있네요. 밥도 맛있고요. 저기요. 식사는 어머니가 수저를 드신 후에 시작해야 해요. 밥그릇도 손에 들고 먹지 마세요. 그리고요. 술을 마실 때는 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 돼요. 아. 그렇군요. 대화의 내용은 듣기 되셨까 続いてどれくらい聞き取れたかを確認してみます。聞き取り問題に挑戦してみましょう。1番。韓国で食事するときにしてはいけないことは何ですか ?A。 すずる드しんうえ、まごやへよ。めうえのかたが、しょくじをはじめられたあとに食べなければなりません。B ばくるすん、そごやよ。ごんちゃわんは、てにもってたべなければなりません。C おるんあてそ、するましって、 目上の方の前でお酒を飲むとき、顔を横向きにして飲まなければなりません。という意味です。答えは、B の밥그릇은손에들고먹어야해요。ご飯茶碗は手に持って食べなければなりません。が正解です。 本文の中ではこの辺にヒントがありました。밥グルッと손에들고먹지마세요。ご飯茶碗も手に持って食べないでください。とありましたので、B のご飯茶碗は手に持って食べなければなりません。は、してはいけないことですね。それではもう一度聞いてみましょう。 어머님, 제가 술 한잔 따라드리겠습니다. 고마워요. 자, 식기 전에 드세요. 잘 먹겠습니다. 우와, 이 김치 맛있네요. 밥도 맛있고요. 저기요, 식사는 어머니가 수저를 드신 후에 시작해야 해요. 밥그릇도 손에 들고 먹지 마세요. 그리고요, 술을 마실 때는 고기를 옆으로 돌리고 마셔야 돼요. ああ、그렇군요。それでは会話全体を訳してみましょう。まず、前田さんのセリフです。お母様、私が酒一杯お継ぎいたします。という意味です。 という意味の動詞、たるだの五感たるに、アドリだがついた形ですね。これは五感末がるですが、る不規則ではなく、う不規則活用の表現でしたね。次はお母さんのセリフです。ごまわよ。じゃあ、式季ぞねてせよ。ありがとうございます。 さあ、冷める前に召し上がってください。という意味です。前田さんのセリフです。잘먹겠습니다。うわぁ、いキムチ맛있네요。밥도맛있고요。いただきます。わあこのキムチ美味しいですね。ご飯も美味しいですし。という意味です。 はっとましこよのこうは、羅列してつなげるときのこうです。ここでは、キムチがおいしい、そしてご飯もおいしい、を羅列してつなげていますが、ただ、この場合は、つなげる位置が後になってしまった、っていうことになります。いみえさんのセリフです。ちょよ、

敬語形のうしがついて、その後に、うんふうがついた形です。また、しざけやへアは、始めるという意味のしざかだの語感しざかに、よや肌がついた形です。はよやがへやになったわけですね。밥그릇と손에들고먹지마세요。 ごあん碗も手に持って食べないでくださいという意味です。トゥルゴモクタは手に持つという動作を維持しながら食べるという動作を行っている時に使います。もっちませよのちませよはちーまるだにうせよがついた形でしたね。ちーまるだは何々することをやめる という禁止を表す表現でした。そしてですね、お酒を飲むときは、顔を横向きにして飲まなければなりませんという意味です。前田さんのセリフです。ああ、그렇군요。 ああ、そうなのですね。という意味です。今度は発音してみましょう。まず聞いてください。잘먹겠습니다。니다よくという意味のチは食べますという意味の먹겠습니다を就職していますので、 くっつけて、ひとかたまりで発音します。1音説目のチャルを低く、2音説目のモを高くします。そして、最後から2音説目のには低くなります。チャルモケスミダー、チャルのようになります。また、同じ高さの 平坦な抑揚で発音することもあります。では、皆さんも発音してみましょう。それでは、会話文全体をシャドーイングしてみましょう。モアンの発音がスタートしましたら、少し遅れて影のように追いながら発音していきます。 喋ることより、模範の発音を聞くことに集中して、抑揚なども真似してくださいね。では、スタート。おもにん、じゃが、すらんじゃん、たらでりです。ごまわよ。じゃあ、しきじょね、てせよ。じゃあ、もっけすうわぁ、いきんちましっねよ。ばっとましっこよ。 저기요, 식사는 어머니가 수저를 드신 후에 시작해야 해요. 밥그릇도 손에 들고 먹지 마세요. 그리고요, 술을 마실 때는 고기를 옆으로 돌리고 마셔야 돼요. 아, 그렇군요. 今度は、ロールプレイをしてみましょう。まず、イい,いみえさんになったつもりで会話しましょう。おもにん、じゃが、すらんじゃん、たらでりです。こまわよ。じゃあ、しきじょね、てせよ。じゃあ、もっけすみだ。うわぁ、いきんちましっねよ。ばっとましっこよ。 ああ、그렇군次は皆さんが前田さんになってください。スタート。こんばんは。じゃあ、食事で에드세요。そぎよ。저기よ 식사는 어머니가 수저를 드신 후에 시작해야 해요. 밥그릇도 손에 들고 먹지 마세요. 그리고요, 술을 마실 때는 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 돼요.皆さんいかがでしたか?皆さんはマナーについて話すことができるようになりましたでしょうか?今日はここまでです。さようなら。 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.